こんにちは、アナプクです。今日はドラゴンクエストシリーズの BGM とクラシックコンサートについて雑談めいたお話をしていきたいと思います。ドラクエ10をプレイしていると、歴代のドラゴンクエストナンバリングシリーズの名曲をオーケストラの音源の BGM として聴くことができます。個人的にはバージョン4あたりから名曲中の特に名曲が実装されてきていると思いますね。例えばドラクエ9の天の祈り、ドラクエ1の荒野を行くとかですね。ドラゴンクエスト10で使われている BGM を聴いたとき、なんていう曲なのか、あの曲はどのフィールドのどのシーンで聴けるのか知りたくなるときありませんか？僕はですね、もともとブログメインで活動させていただいたんですが、なかなかテキストだけじゃどんな曲なのか素早く分かりやすく楽しく伝えきれてないなぁと思いまして、いろいろ模索した結果 YouTube がベストかなと思いまして、 YouTube を始めるきっかけにもなりまして今の形に至ってます。僕の YouTube チャンネルやブログではドラクエ10で聴ける音楽を曲名を分かりやすく紹介できたり、逆に曲名から使われているシーンをご紹介できたらいいなと思いまして活動もさせていただいてます。ドラクエの BGM やドラクエのクラシックコンサートに興味がありましたら、チャンネル登録の方していただけたら嬉しいです。 YouTube を始める前に、今僕たちが取り巻く様々な事情で昨年春以降行けてないのですが、僕はこれまでドラゴンクエストシリーズのクラシックコンサートに何度か行かせていただいてます。もしクラシックコンサートに行くとしたら、事前に曲のタイトルとかどこのシーンで流れていたのか気になりませんか？クラコンは音を楽しむだけでもめちゃくちゃいい演奏なんですが、曲の名前どこで耳にしたのかわかると2倍楽しいですね。ドラクエ好きの皆さんなら、もしかしたら僕の情報がなくても聞いた瞬間どこのフィールドで流れていたのか、物語がどんなシーンだったのか、一緒にプレイしてたお友達とかの楽しい思い出が一緒に思い起こされて感動できると思います。結構ですね、会場で涙ぐんでる人多いんですよ。僕はクラシックの CD は数枚持ってるものの、そんなには頻繁に聞かないんですが、ドラゴンクエストのクラシックコンサートが催されていることは以前から知っていました。ドラゴンクエスト10の中でも BGM がオーケストラ音源に変更になったことや、冒険者の広場でも時々クラコンの告知が出ていたり、ドラクエ 10TV の番外編的な感じで一部を無料公開してくれて放送してくれたので、だんだん興味が強くなりましてクラコンに行くようになりました。僕の YouTube チャンネルには BGM や BGM の話をするとコメントを残してくれる方や、 Twitter のタイムラインにも結構出てくるので参加されてる方も多いのかなと思います。皆さんはドラクエのクラコンは行ったことありますか？僕のドラクエのクラシックコンサートの感想を結論から少ない語彙力で伝えますと、素晴らしくて泣けてきますね。ドラクエ10の BGM も途中からオーケストラ音源に変わったので、普段から自然とオーケストラ音源で BGM を聴きながら何気なくゲームをしているので、あえて意識する機会は少ないと思うんですが、耳にはよく入ってくると思います。本当にゲームの BGM でオーケストラがかかってるって改めて意識するとすごいことですよね。結構贅沢だと思います。ただゲームはゲーム音源の方がいいっていう人の気持ちもわからなくはないですね。クラシック音楽として CD でドラゴンクエストのクラシックコンサートの曲を聴いたりすると、普段から高いレベルのBGM を聞き慣れているせいか、それほどの感動がなくなるくらい、ドラクエ10の BGM に使われている音源のレベルの高さを感じることができます。僕はいつも週末は仕事で地方に住んでいるので、なかなかリアルイベントには参加しにくい環境なんですが、そんなに遠くない地域でドラクエ10のクラシックコンサートが催されるということで、どうしても行きたくなりまして、数年前に
初めて思い切って行かせていただくことになりました。クラシックコンサートを開けるような会場はそれなりの音響が整っている施設で催されると思うんですけども、クラシックコンサートをできるように作られている施設は雰囲気もとっても素晴らしいですね。クラシックコンサートってちょっと僕とかが行くような場所としては少しかしこまりすぎてるのかなと思ったんですが、そこまでのこのなんて言うんですかね、セレブのご利用し感っていうのはなかったですね。語彙力がちょっと変な感じです。伝わってるかどうかわからないんですけど、すいません。施設会場のロビーのところにはドラクエに関するアイテムや雰囲気作りされていますし、ドラゴンクエストシリーズの楽譜や CD なども売っていたりします。会場に入るとピカピカに磨かれている楽器がステージの上に厳かに並んでいて雰囲気がとってもいいんです。コンサートが始まる前に演奏者の方々がチューニングをしていて音を各々出してたりするんですが、この始まる前の雰囲気がクラコンに来たぞっていう雰囲気がすごくありますね。演奏者の方が所定の位置に座るといよいよ感が増してきまして、何の音もなくなった静粛に包まれた世界にコツコツコツと指揮者の足音が鳴り響いて、クラシックコンサートがドラゴンクエストおなじみの序曲ですねが鳴り響くんですよ。そしてクラシックコンサートの開演ですって感じですね。この時点ですでに目がうるっときます。やっぱ生音最高ですね。どのドラクエのナンバリングのクラシックコンサートに行っても各ナンバリングの序曲から始まるんですが、この序曲だけをとっても各ナンバリングで雰囲気が全然違うんですよね。各クラコンに行くとこういう冊子がもらえるんですが、中には本日演奏する楽曲が並んだプログラムなどが書いてあります。各ナンバリングのクラコンで演奏される曲ってほとんどの曲がそのシリーズのオリジナルに作られたものになるので、演奏される曲はだいたい予想つきますが、タイトルがわからない曲もあるので、こうしてリストにしてくれるとすごくありがたいですね。僕も曲名がわからない好きな曲があったんですが、名前がわかった時にはすごく嬉しかったですね。特にドラクエ10はバージョン1やバージョン2のあたりではドラクエ10オリジナルの曲が多かったんですが、バージョン3以降はドラクエ10用にアレンジされた他のナンバリングの BGM が多いんですね。なのでドラクエ10クラシックコンサートというと、コンサートのタイトルにも目覚めし5つの種族になっているので、ドラクエ10やられている方ならわかりますが、初期の頃の村や町やフィールドの BGM がメインとなってます。個人的には最近は歴代のナンバリングの名曲もドラクエ10の BGM として聞くことが多いので、バージョン3以降の世界を表現したドラクエ10のクラシックコンサートをやってほしいと思いまして、楽団の方にも要望を出してみました。いろいろ改めてドラクエの音楽について調べてみて理解したんですが、バージョン3以降の BGM が他のナンバリングの BGM のアレンジであれば、他のナンバリングのクラシックコンサートに行けばいいんですよね。ということでドラクエ9のクラシックコンサートに行ってみたんですが、ドラクエ9も名曲が多いし、ドラクエ10でももう結構使われてるんですよね。例えば酒場のポルカ、集え者たち、洞窟のワルツなどですね。個人的にはドラクエ2、ドラクエ3、特にドラクエ4のクラコンにはぜひ行ってみたいですね。ドラクエ4からドラクエ10で使われた曲としては、ドラクエ10バージョン 4.1 のフィールド曲勇者の故郷、バージョン5に入ってからはバルディスタの BGM 王宮のメネットもすでに
何度も聞いているかと思うんですが、ミネアやトルネコのあの BGM もドラクエ4から来ています。個人的にドラクエ4は結構名曲が集まっているように思ってます。僕はですね、学生時代音楽の成績は5段階評価で2か3しか取れない波以下のドレミもよくわかってない状態なんですが、そんな僕がクラコンに行ったら楽しめるのかなと思った面もあったんですが、実際行ってみると楽団の方や指揮者の方がドラクエの音楽に絡めていろいろトークも展開してくれてすごく面白いんですよ。例えばですね、クラシック作曲家は9つ目の交響組曲を作曲するときは注目されるし緊張するという話があったんですが、クラシック音楽の作曲家にとってはベートーベンの第9が歴史的な名曲なので9番目が節目になっているっていうことなんですが、杉山先生はドラクエ9の音楽をどう表現したのかとか、ドラクエ10は5つの種族がテーマになっているので BGM にも5を基調した構成になっているとか説明してくれるんですね。それで説明してくれただけだと波以下の音感しかない僕にとっては何言ってるかちょっとわかんない面もあったんですが、実際演奏してくれてそれを感じさせてくれたりするのがすごく良かったです。すごく面白かったです。多分ドラクエのクラコンとか普段クラシックコンサートに来ない層を多く獲得していると思うので、そこに配慮してなるべくわかりやすくゲームの中のお話を交えて解説と演奏してくれてすごく楽しかったですね。ぜひですね、安心してクラシックコンサートが開ける時が来たらまた行ってみたいと思いますし、まだ行ったことない人もぜひ一度行ってみてほしいですね。公式に配信や動画投稿を公認されていたドラクエ10、ドラクエ11以外にもついに全てのドラゴンクエストシリーズが動画を上げることを正式にスクエアエニックスさんが2021年1月14日に正式公認を発表してくれたので、僕のこのチャンネルでもドラクエ10を中心に BGM のタイトルと使われているシーンのエリアなどを解説していきたいと思ってます。興味ありましたらグッドボタンとチャンネル登録の方していただけると嬉しいです。最後まで動画の方見ていただきましてありがとうございました。